さあ社長さん、はい、無事にアトレもできたということで、ましたね、ちょっと安心したんでお店の紹介しません？店で、お店の紹介もういいですか？ブレーキの方はブレーキはもう満足したんで、もうルンルンです。帰りもルンルンで帰りますルンルンでルンルンで帰るんでということで、今日は、ここ、兵庫県姫路市ですね。姫路市船津町、はい、船津出てますか？ここ521291-2ちょっと今怪しかったですね1291-2 はい、あのショープロデュースさんの新しいショープロデュース、はい、ショールームですね。ショールーム漢字でショーですか？漢字はショーです。ショールームですか？ルームです ROOM です。ショールームです。皆さんよかったら来てください、はいはい。まあちょっと今パッとここにかっちょいソーラが、はい、これは社長さんですか？そうです。社長さん愛車です。活かしてますね。昭和57年式です。社長さんが何年式ですか？あ、ためですね。あ、同級生ですか？同級生ですか？ということでね、同級生楽しいね。この、まあ、ここはちょっと中、うん、展示スペースの事務所。ここが事務所。商談ルームですかね。商談、まあ、商、そうやね。また僕今漢字で商家で商談ルーム。それ使うの。書くとこ。商談ルームには商ルームに。でその奥が、はい、ショールームとファクトリーやね。はい、ファクトリー社長室、はい、社長室ですか？はい、2階ですよね。2階だね。吹き抜けみたいになってますね。あそこ。あとちょっと。見ますか、ビップルームで。ビップルームに、はい、であとピットがありますね。はい、はい、ピットがありますね。ということで、はい、主にどんなことができるんですか？作業ですか？あ、違う、新車販売、中古車販売、中古車販売のノーマルの状態からの販売、はい、のそのをベースにコンプリート、コンプリートか、まあ、車に関わることなら何でも来いって感じですか？自社のエアロから車庫帳から、別に他社さんのエアロいっぱいありますんで、はいはいはい、で、セダン、セダン、ワゴン、ワゴン、クーペ、何でも一通り OK ですね。オールマイティにやれます。持ち込みとかもやってくれるんですか？持ち込みもします。一応あのまあ佐藤さんの電話してもらって、はい、あの確認してもらって、はい、あと予約の確認とかしてもらって、はいはい、オイル交換とかもやってくれるんですか？できますよ。あ、何でもやってくれるんで。まだちょっと今まだ、あまあ、ちょっと今あの今はちょっとあれなんですけど、ね、まだ完全体じゃないですね。完全体じゃないです、はいはい、なんであの一応まだ気になる方電話してもらえばいいですよね。佐藤さんって電話一本いただければ、はいはい、そしたら僕、ね、僕はサムとマージンかかるんで直接お願いしますマージン取るらしいんで、マージン取ってこっち直接お願いします。はい、なるほどね。ということでちょっとショールームを見ていいですか？見ていいですよ。行きますか？ちょっとショールーム行きます？行きましょうか。なんか待ってますけど。あ、そうだった、そうだったなんか寂しそうな感じ。じゃあ呼んでください、呼んでください。じゃあ、あの足前の射程、はい、よかったんで足前の射程、はい、射程射程、射程の射程ですね。射程、射程、射程、はい、どうぞどうぞ。射程です。あれ、もう一人ないですか？これ一人でいいですか？これ分かる？射程、俺の足、社長の足となり手となり僕の後でも射程です。射程、だからあのオサピーも俺の射程今日から俺の射程、もう射程する。かわいい射程が2人に増えたよちよち、はい、じゃあちょっと自己紹介、はい、ケンケン、はい、そうですね、片岡です。片岡ケンケン君、はい、通称はケンケンです。ケンケンです、はい、俺ケンケン認めてないな。公認キャラクターですか？非公認ですか？非公認、ケンケンでいきます。ケンケンでいきましょう、はい、ケンケン君、まだそんなにあれですか？そうですね、長くないです。社長との付き合いはまあ18からやな。18から付き合わせてもらって、もう何年？もう5年ぐらい、5年目です、ね、もう長いですね、まあそこそこ、はい、もう一人いいですか？あ、ワスリー行きましょうか、はい、あのショープロデュースということで、はい、プロデュース、はい、プロデューサー、プロデューサー、はい、プロデューサー、プロデューサー、あれあれ来とかんと、何年の移動、おかしいな、準備が準備がおかしいな準備が、はいはい、背中からの、これ背中、ヒロシポーズからの、はい、タケちゃんマンです、はい、こんにちは、こんにちは、タケちゃんです、タケちゃん、タケちゃんタケちゃん、タケちゃん、タケちゃんさん、はい、はい、イベントの時呼んでくれたのが実は、そうですね、はい、そうそう、このつながりからの、はい、このつながりで、はい、はい、なんで一番よくしてくれるので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ、なんか喋れへんの？まあプロデューサーなの、プロデューサーなの、あくまでプロデューサー、はい、いろんなこと、まあ、はい、主にこのじゃあ3人でなり、そうやね、で中にもちょ美人スタッフがいます、あ、美人のスタッフさんが、美人スタッフが。はい、じゃあちょっと、はい、ショールームを、ショールーム、 こっちはええの、事務所の中は、あ、こっちはあの別で撮ってあるんですか、ね、はい、じゃあな、カメラさんついてきて、はい、じゃあショールームにカモを、あ、これもう分からないあー、これね、こういうテラスやね、このテラス、まあ、こういうね、新車ベースから中古車ベースのカスタム、これ今は軽トラの箱番ばっかりやけどね、うわ、これはこれですね。これ夜見るとめっちゃ目立ちますよ。あ、夜もカットもお願いします、まあ、やっぱりベースは赤なんでね、どうしても赤にしたくて、ここから車入れるんですね、行きましょうか、
オープンザドア、これ手動なんでね。鍵が閉まってろって。鍵閉まってますね。段取りが良すぎますね。今開けてます、ケンケンが。はい、オープンザドア、はい、ガンジャラランジャン、ジャンジャガジャンの。すごいすごいすごい。シャッター負けといても。蛇腹で。いただきましょうか。はいはいはい、こんな感じですね。オープンが4日やったんでね、もうたくさんのお花をいただいて、胡蝶蘭ばっかり。こんな感じです。めっちゃ綺麗。建物は木造でね。はい。ここにデモカーを置いてます、ね、飾ってるという、はい、これ売らないですか。これ売りますよ。売りますか。なんか言ってる方あったら RC300H ハイブリッド。もうなんか大事に大事にしまっちゃってる。大丈夫です。もういつでも優しく購入してますんで。これいくらですか。これ500ぐらいです、ね、おー、あ、でも相当もっと RC カスタムしてのその値段なんで、 そうですね、それ高くないです。優しさも入ってるんで、距離も2万キロやったから。これ生で見てほしいですね。めちゃくちゃかっこいいですよ、これ。あとカメラさん押さえてください。カメラさん。360度。360度。はい。あ、これはもうみんな定番な。ラオヤの時もお世話だった現行のスティングレイ。メトロジー。なんかやっぱ。ミソロジー。ミソロジー。未来。ミソロジー。はい。ここにいるともう様になりますね、やっぱり。バカなんで。あ、いいなあ、ちょっとこう吹き抜けを映したしね。ここは変わってほしい。上見たら分かるんですけど、ショープロさんのあのファン、ファン、オリジナル、オリジナルシーリングファン、シーリングファン、ショープロです入ってる。あ、塗ったんですか、わざわざこれ。ショープロカラーすよ、カラーのじゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。これどうですか。これが四中リフトやね。これあれですね、シャコタンでもそうバッチコイですね。そうやね、このフルフラットで入れるんでね、段差ないのはいいですね、はい、ここで作業をするということですか。どうしてもシャコタンが多いんでね、フルフラットでこう入れてからのあれで下からくっと上げる。そうですね、じゃないときついですよね。動きますんで、はい、うおー動いた。上がれ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 、おまみ上がれ上がれ、こんな感じやね。いいですね。で、まあ、こう車入ってきて上がってきたらこれを動くんで、あ、これでやるんだ。でこれを原下に上げてからの上げるみたいな、はいはいはい、これいいですね。ここから普通は車入るんですか。そうですね、ここもまだ工事中なんですけど、工事中ですね。15日コンクリート付いて だってまだできたばっかですね。で15日にコンクリート打てばスキッとするんで、普通車もピッと入れますね。そう、車庫玉のまま取れるような感じしてるんで、皆さん車庫行く車でも入るようで、社長さんの、はい、ケンケン大丈夫、はい、じゃあ直しますよ。行きましょうか。行きますか。 どこ行くんですか。まだあるんですか。名前はまだ決めてないんだけどね。ここはちょっとここで靴を脱いでいただいて、ここを脱いでいただいて、この階段もちょっとこだわってね。これ何ですか。いいでしょう、これ連れに。自作ですか。どうですか。いや、社長さんかっこいい。でしょ。ここやばい。いや、何にもないですね、ここ。何もない。なんか歌ったの。遠くまで見える。遠くまで見れる。すごい。でしょ。で、上からも見下ろせる。あ、いい、これ。ねえ、ここすごいね。で、まあ、歌うお客さんで、まあ、納車するときは、ここに、はい、ショールームの中に入れて。ああ、ここで。この VIP ルームで。VIP ルームからの納車で。いいですね。なんかショープロさんオリジナルがいっぱいあるんですよ。よく見ると、あ、入ってるやね。外のパラソルもらってショープロジェクト。あのね、床もね、ちょっとわかんないですけど、SHO って書いとんすよ。え、どこ。カメラさん、後で押さえてね、SHO。さあ、どこ。 SHO、これ H、H。あ、ほんとだ。 SHO ってなっとんすよ。イエーイ。こだわってますね。ほんとだ。 SH ちょっと物置いとからね、わかりにくくなってもらって。ほんとだ。SHO になってる。超プロ。全然気づかなかった。そうだ、さりげなくでね、黒輪がね。すみません、僕なんかあのなんでこんなまばらに置いてあるのかなと思って。あ、言うよね。と言おうと思ったらそういうことですね。なるほど。じゃあ何、落ち着くっしょ。いいっすね。懐かしい、なんかメッセージ喋ってるような感じやね。こんな感じで今日もざっとこう100人ぐらいこうね、見とってやけどね。ちょっとカメラさんと打つパートで100人ぐらいこう見てね、照れるね。何か見えないものが見えない何かが、はい、ということでこんな感じでショープロデュースさんのショールームですね、はい、こんな感じで完成したので、はい、皆さんもっと来てほしいですね。いや、近くの人結構いるんですよ。え、近場の人結構いる、見てる人いるんで。あ、そうよかったら来てもいいのかなと。遠方からでも車検とかやってくれるんですか。車検もできます。何でも本当に何でもできるんで、何でも、でも一応、はい、
ショップじゃなくてメーカーです。メーカーなんで。メーカーなんで。ただ好きなだけでああいうピットを入れてる。趣味ですか。ちょっとそろそろ聞くぐらいの社長さんのずっと喋ってるね。そろそろ締めますか。じゃあこんな感じでショールーム。ショールームに。はい。これに一応2本目の動画なんで、はい、この後またちょっと日にち明けてここの車の紹介試乗したいと思うので、はい、どんな車なのか社長さんの紹介うまこと言うよねあれ言うよね言いますね、メガネかけてるのに、ね、うさんくさいメガネかけてる俺もメガネかけてるけど、いやいやメガネがうさんくさいじゃないですかだってほらうさんくさいってかけとかなあかんのに違うか。はい、こんな感じで、はい、じゃあちょっとまた次回お楽しみにしててください。はい、お願いします。社長さんとケンケン君で一台ずつ、はい、トークをしながら、はい、はい、お願いします。はい、こんな感じですよ。じゃあ、OK です。まあ詳細は概要欄かこの下に出ているのでよろしくお願いします。どうも皆さんさようなら。So I said no, no, no. It was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed that no one to fight for champions. I can't believe you're trolling. I killed that no one to fight for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute.